正伝デは、宮城県仙台市若林区荒町にある、総当州の寺院。新時代を用いて、正伝デと書く場合もある。3号は、駅葉山。では国、立山城を本拠としていた、達直州が、亡くなった三男の旧正丸の供養を目的として、現在の山形県立米沢東高等学校に、創建された。1506年から1591年までの、 所在地のあたりにあった新町に、永昇三年に回帰し、総持寺前住で、越前大刑事五世だった、木、山田越を招いて解散した。伊達政宗の天保に伴って、道の区国の岩出山城の城下町へ、さらに仙台城下町へと移転し、現在地に、伽藍が創設された。米沢六町の一つである新町も、伊達市の違法に従って、 岩出山に移って新町と称し、仙台に移ると荒町と称した。寛永5年頃、若林城下町開府により仙台城下町も拡張され、それに伴って荒町も現在地へと再度移転したため、正さで案は米沢でかつて所在した町の流れを組む町に再び存立することになった。江戸時代は松根寺、大神院、林王子ともに、 仙台藩総統州4が総六子の一つとされる。また、仙台藩での自覚は着座格。明治22年に鹿落ちの音堂を管理していた仏教山大倉寺が正殿案に統合されたために鹿落ちの音堂の管理人員となる。なお、室町時代初期に道の区国の藍津地方に創建された聖殿案が米沢に移されて、 伊達氏により正さでんとして再考されたとの説もあるが、詳細は不明。隣接する、仏源寺とは、荒町公園を介して、往来可能。修士も名称も同じである寺院が、現在の山形県米沢市本町に存在する。当寺院が正宗に従って移転する際、米沢の寺院を廃寺とせずに現在まで歴史を繋いだ、ものとされる。ありがとうございます。